志田としては挑戦権を取るためには一つ志田から結果を残したい。腕を取る、ひねる、そしてわー、右が突き出している。どっちだ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 、腕を取ってイエスロックか、ボンだボンだボンだ、ボンロックに行った。志田に見せる、これが今のジュニアのチャンピオンの強さ。3年半ぶりに戻ってきた岸田に決まるか。ジュニアは負けた、タップした。クシャ、俺が査定してやるって言ったのにこのざまか。おい、これでジュニア挑戦冗談じゃねえよ。一つだけ言っといてやるよな、IWGP ジュニアのベルトは遠いぞ。どっかで聞いたことあるぞ。ニュージャパンワールドナウということで、本日のゲストは真壁刀義選手に来てもらいました。よろしく。いやー、カモン。いやー、今後後楽園3連戦の2戦目終わったんですけれども、はいはいはい、なんとですね、昨日復帰を果たしました、うん、岸田選手、はいはい、そして健太選手、うん、まあ、今日も引き続き今度は2対2のタッグマッチで戦ったんですけれども、はいはい、うん、昨日ですね、美味しいところを持ってった岸田選手が、はい、今日は負けてしまうというこの現実、ね、はい、1日経ってこうガラッとこの状況が変わる、はいはい、バレットクラブの試合の運び方がさすがだったなっていうのが思いましたね。本当息をつく暇もない、はい、そして多分今日負けたことによって、はい、櫛田は油断がちょっとでもあったならまた帯を締め直したと思うね、うん、なるほど、それでいいんじゃない、岸田選手がもう帯を締め直してまたこうグワッて来れるのか、まあ、最後なんかこう一言も発することなくね、そうね、あの、帰っていきましたけども、 あの展開は珍しいよね。珍しいですね。試合終わってそのままさ、よたよた帰ってくってさ、あの悔しさがすごく出てたっていうの、あれはもうなんかめったに見ることがないから、なんかあやべえ、本当にこう重たい負けだったんだなって感じだったんだよね。最後も1対1のシチュエーションで、はいはい、あのしっかりまあやっておられてしまった、ね、自ら選んでのタップアウトっていうことなんで、うん、はい、まあ、この後櫛田選手がどうなるのかっていうのは非常に注目でございます、ね、うん、はい、ということでですね、後楽園3連戦はなんと最終戦明日になりますけど、はい、ネバー6人、はいはい、ハウスオブトーチャー対ケイオス、はいはい、そしてドッグケージデスマッチですね、矢野選手対陸東郷選手の戦いがある中で今日も前哨戦が行われました、ね、はいはいはい、ただ今日はですね、しっかりと矢野選手が武蔵、うん、2人の急所を打った上で、はい、消灯できっちりとケイオスに対していい感じでこうイニシアチブを取ったのかなと思いますけども、やっぱあの戦い方っていうのはやっぱこう相手が4人なのか3人なのかってこう戦略、そういうところ大事ですよね。だからそういうところ全部かき回して最後いいとこを持っていくのが矢野徹だから、だからね、もう完全に明日ねバッチリ決めてもらいたい、決めてもらいたいけど、セコンドはついてきてほしくないね。そうですね、しかも明日は試合順的にですね、はい、セミで矢野選手と東郷選手がドッケージデスマッチを行う、はい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 、それでダメージが多分ものすごいついてしまった人間がその後動けなかった場合、はいはい、メインの3対3のタイトルマッチ、これかなり影響しますよね。そうだよね、はい、大丈夫なのそれ。ですから矢野選手がセミでどう東郷選手を止めれるのか、はいはいはい、逆に止められてしまった場合、うん、もうメイベントは東郷選手が来るだね、かなり高いですから、高いよ ね、これもうセミから見逃さないってことになりますよね。俺セミにさ、もうセコンドいっぱいつけた方がいいんじゃねえのか。あ、なるほど、逆にもうセミに最初にセコンドつけて、そうなんだよ。でいや、矢野が自腹でさ、はい、セコンドついてくださいってみんなにさ配ってさ、あ、自腹で、自腹で配って、そこなんかお金払わないと来てくれないですか、みんな。多分来ないだろうね。ビジネスだな、やっぱり。なぜならプロだから。バカ野郎、バカ野郎。ビジネスだな、本当に。まあでもとにかくさ、はい、明日はすげえ試合になると思うから、はい、今日がこの試合よ、うん、明日想像つかないよ俺。想像つかないですか、ね、はい、ハウスオブトーチャーが果たして何を企んでくるのか。そうなんだよね、はい、皆さんを注目して明日後楽園3戦目最終戦18時半からのライブ配信、はい、ご覧になってください、うん、そしてその他の選手もですね、 G1 に向けてかなりこう新しい試みをね、動きとかを出している選手もいますし、はい、そちらも要注目でお願いいたします。そうだぜ、よ注目だぜ、はい、ということで最後真壁選手、はい、視聴者の皆様にメッセージをお願いいたします。いいか、てめえら新日本プロレスはすげえ試合見てから見逃すんじゃねえぞ。
共有しましょう。ああ。